ミハエルとイニッセンは、ドイツの哲学者、現象学者。神学、哲学の分野における論文で、数々の栄誉や、2001年のレオポルト・ルカス賞、2004年のカール・ヤスパース賞などの賞、その退屈家の名誉博士号を受けている。ベルリン出身、ボント・フライブルクで哲学とドイツ学を学んだ。1955年に、マックス・ミューラーの下で、 精霊キルケゴールの深刻さに関する博士論文を書き上げ、また現代の社会的存在論の研究によって、1964年にベルリンで教授資格を得た。1967年にベルン大学の哲学教授となり、1971年にはハイデルベルク大学の教授に任じられた。1980年からは1998年に引退するまで、 ベルリン自由大学で、理論哲学の教授を務めた。主な研究領域は、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル及び、キルケ・ゴール、近代社会哲学や、検証学、時間の哲学に加えて、ピンダロスをはじめとする古代ギリシャの詩であった。組織神学の研究者で、ゲッティンゲン大学の伝統的な進学を批判している、ヨアヒム・リング・レイベンは、トイ・ニッセンは、古代哲学及び、 近代哲学に関して膨大にして正確な論文をものしており、学会においても最も著名な近代哲学者の一人となっていると述べている。また、リングレーベンは、問い日誠を指して稀に見る大きなカリスマを備えた学者、教員だとも言っている。神学と宗教哲学の分野では、問い日誠は自身の研究において、刑事、哲学的、キリスト論 絶望及び祈りに対して我から汝の関係に特別な意味を持たせている。書籍エッセイ及び記事、ありがとうございます。